時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアランド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当はアイドル教室のホリリエと福澤すみとマナサナがリモートでお届けします。はい、ということで8月初回でございます。イエーイ、はい、ということで、はい、始まりました。アイドル教室はですね、名古屋のお寿司屋さんを拠点に活動している、まあ、正統派寿司パフォーマンスチームが総称の、まあ、チームにはなってるんですが、はい、アイドル教室はあのメンバー7人おりまして、で先月の7月の1ヶ月間はそのメンバーの中から私ホリとさやかちゃんとりのちゃんが来てくれたんですが、今月8月からはですね、私と、アスミンとまのちゃんがやってきました。はい、わーやってきました。リモートです。今ねズームでこうやらさせていただいてるんですけど、はい、ただまのちゃんお風呂にいんのかなってから声こもってないですか、めっちゃ確かになんかこもってるよね。なんかこもってる。いやいやいや、リビングですよ、ちゃんと。リビング広いんじゃない？広いんじゃない？広いのかな？広い家に住んどっかね。うん、そういうことだよ、多分。あ、いいな、羨ましいな。まあそんな感じで、まああのアスちゃんまるちゃんのこと知らない方もいると思いますので、なんでせっかくなら、はい、一人ずつ私はこういう人ですよみたいな自己紹介をねお願いしたいと思います。じゃあアスからいく。はい、はい、アスです。あの私とまのちゃんは同期なんですよね、うん、アイドル教室メンバーの、ね、はい、同期なんですけども、うん、あのラジオってあんまりやらないよね、まのちゃん。やらない ね、あんまりやったことがないあんまりやったことがないんですよ、だから結構緊張してるんですけどもね、私は、まあ、アイドル教室のメンバーの中で言ったら結構なんか明るいというか明るい、ね、表情とかなんか身振り手振りでいろいろ伝えちゃうタイプの人なんですよ。だからこういうラジオ、そうラジオとかで声だけでお届けするっていうのがちょっと結構緊張してるんですけども、うん、まあ、元気にね、うん、声からでも届くからね、なんか雰囲気って。本当ですか、うん、あ、じゃあもうニコニコでやってますわめっちゃニコニコ頑張ります、はい、頑張るそうね、アスちゃんといえば、はい、あとあれじゃない、やっぱダンスがすごいなんかこうね、いやいやいや、そういうのありがたいですけども、ありがとうございます。アスのダンスをね、はい、見てほしいなとも思いますね、 YouTube とかもあるし、ね、あー嬉しい、もうそれ自分で言えないんで、やっぱ私ダンス担当ですって言えないね、はい、はい、お願いしますではまるちゃん、はい、私まのさなもですね、本当に、うん、ラジオは本当にもう数回しかやったことがないので、うん、めちゃくちゃ緊張してて、うんうんうん、本当に今日も一日ずっとブツ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 あのこの読むのをねずっと練習してたんですけど、なんかさ日曜日一緒にいたじゃない、なんか、はいはいはい、火曜日も一緒にいてさ、なんか練習してたじゃん、はい、まるちゃん、はい、してました。もう時刻はから噛んでたよね、もうね。そうなんですよ、時刻って難しいですよね確かに、うん、時刻ね、いやいや、そう、なんか、うん、どういうこと、くがなんか、うん、時刻のくが苦手なんだはい、でもまあちゃんとね練習はしてきたので今日はきっちりいけるんじゃないかなと思ってますので、お、はい、頑張っていきたいと思います。楽しみだね、はいはい、そんな感じで、はい、そして私ホリはあの先週に引き続きあのやらさせていただきますので、まあ皆さん知っている方もいらっしゃると思うんですが、はい、はい、リーダーです、よろしくお願いします、はい、うん、もうねホリさんがいれば大丈夫、大抵のことはね大丈夫、本当にもう、うん、ね、ありがたいね、あのまだ一回もやってないのに大丈夫とかちょっと怖いんで言わないでくださいちょっとディレクターさんもそんなことない、そんなことないって感じで私もちょっとそんなね自信もないですけど、まあね、あの、まあ、皆さんよりはラジオの経験があるということで、はい、はい、楽しい番組に、はい、できるように頑張っていきたいと思います。はい、はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のメッセージテーマは困っちゃうですということで、なんか最近困ったことありました、お二人は。いや私本当にさっきの話なんですけど聞いてほしいんですけど、うんうん、いや今日なんか雨降ったりやんだりみたいな感じだったじゃないですか、ね、うん、なんで私あのご飯をね、うん、食べてたんですよ今日、うん、夕方くらい、うん、夕方くらいに、まあ、何ご飯何夕方にご飯食べてたの夕方にご飯食べてたの、うん、そしたら私あのなんだっけ、うん、天気予報見れるやつ何でしたっけ、あれ天気予報見れるやつ、ヤフーお天気みたいなやつ、あ、ヤフーお天気みたいなやつで、うん、雨雲レーダー、雨雲レーダーを見てたの。そしたら15分後にめっちゃ強い雨来ますみたいな、もう赤色の色で結構ね、雨の強さが、ね、うん、そう、もう赤色だったの、うんうん、だいたい水色とかだったら
小雨なんだけど、うん、赤色の雲がやってきてて、やってきてた、これはそうやってきてて、これはやばいと思って急いで次の目的地に向かってたんですよ。そしたらやっぱあの雲にはね、ちょっと雲の速さにはちょっと負けてしまいまして、到着するそうだ到着する5分くらい前のところでびしょ濡れになって、はい、びしょ濡れになりまして、だいぶ困りました、大変だ ね、 ましたね。 それを外出先でもう そこでベタベタになっちゃったの、帰ってきてって感じ。そうです、いや、違います、もうだからドライヤーしました。あの事務所に来たんですけど、事務所にドライヤーがあってよかったなっていう。よかったよかった、はい、よかったです、ね、助かりましたね、はい、助かりましたけど困りました。まあそんな感じ、皆さんからも困っちゃうのエピソードお待ちしております。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージをクリック、またメディアス FM の専用アプリからも送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ、どしどしメッセージお待ちしております。それではここで一曲お届けしましょう。はい、こちらの曲は勝手にキャッチコピーという番組でめるるさんにつけていただいたキャッチコピーをもとに作られた一曲です。私たちアイドル教室で、あなたのお寿司は誰ですか。時刻は午後7時8分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、毎週木曜日の担当はアイドル教室のホリデーと福澤あすみとまのさなが、この後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。はい、ということで、はい、まのちゃんが時刻を言えました。言えました、おめでとう。ありがとうございます。よかったです、よかったね、はい、さてここからは皆様から送られてきたメッセージをご紹介したいと思います。今日のメッセージテーマは、はい、明日困っちゃうなエピソードです。はい、ということでラジオネームすさんからいただきました。すさん、ありがとうございます。おりさん、あすみんちゃん、まのちゃん、こんばんは。こんばんは。お二人のラジオ登場楽しみでした、いただきました。嬉しい。今日のテーマの困っちゃうですが、傘問題です。おお、なるほど。傘ね、遠方に遊びに行くとき基本傘を持ちたくないので、こっち、こっちが、こっち雨でもってことね、こっち雨でもあっちはいけるでしょ、とか謎の思い込みで持っていかず、毎度傘を持ち帰り家が傘だらけになってきてとっても困っています。今日くらいがっつり雨だといいのですが、不安定な時が一番難しいですっていただきましたね。わかる、めっちゃわかる。それを見て思ったけど、アスは傘持ってなかったの。持ってないですよ。なんでさ、今日がっつり雨の日ってスさんも言ってる。え、今日がっつり雨の日でしたか。がっつり雨の日だったよ。いや、多分あの、外出発するときに雨降ってなかったら大丈夫って思っちゃうタイプの人なんですよね、私。何それ。あの、ね、わかる、なるべく傘持ちたくないから、私も結構持たないで、まあ、最悪降ったらコンビニで買えばいいか、みたいな感じだよね。わかるわかる。一緒一緒、誰と共感し合ってるのかがちょっとわかんないけど。まあ、そんな感じで。なんかちょっとね、あの、スーさんは、アスちゃんと一緒な感じだったね。一緒だよ、ずぶ濡れになっちゃうタイプだね、完全にね。あ、一緒だね。まあ、最悪 ね、別に濡れても大丈夫よ。いや、よくないよ。風邪ひかないようにね、気をつけてください。はい、では続いてラジオネームまことさんからです。堀さん、あすみさん、まのさん、こんばんは。こんばんは。あすみさん、まのさん、ラジオ出演おめでとうございます。今週のテーマの困っちゃうの通り、あすみさん、まのさん、ラジオの途中でも困ったことがあったらホリリエ先生に無茶振りしてあげてください。ラジオの先輩として素晴らしい回答で返してくれると思います。頑張れ、はい、できました。めちゃくちゃ人任せ。はい、来ました。はい、そんな、そのつもりですよ、こちとら。おいね、いや、あのね、楽屋でも喋ってたんですけど、喋ってなんか変な感じになっちゃうぐらいにはサポートできるけど、喋ってくれないと始まらないんで。確かに、いっぱいいっぱい喋ってね、あの二人もね、あの、頑張ります。どうしようとかじゃなくて、いっぱい喋って、はい、楽しんでいきましょう。でも、そうですね、堀さんがいれば大丈夫。いや、大丈夫、本当に。すごい、みんなそれ言うけど、いや、私は、まだまだ未熟なものですからね。はい。あんま食べすぎないように、はい。放送事故になっちゃうかもしれないんで。はい。ちょっと気をつけていきましょう。はい。そして、続いて、ラジオネーム、ゆいかさんからです。お、まのちゃん、おぷく。おぷくは、これは、おぷく、私？福沢の福沢。あ、福沢ですね。なるほど。おぷく、ついでにりえ。いや、めちゃくちゃついで。ついでにりえ、こんばんは。ラジオでは、はじめまして。
今日の朝の出来事なんじゃけど、仕事中に階段からなんじゃけどって書いてあるからね。階段から転げ落ちてズボンは破れるわ、膝はすりむいて血だらけになるわで散々でした泣きってね、いただいて。そう、まあこれはよくあることなんじゃけど、よくあるんだね。よくないよ。応急処置の道具を何も持ってなくて、ズボンの穴も膝の傷も手当てができず困っちゃうでした。しかもそのまま仕事続行したら傷口がズボンに張り付いて痛すぎて仕事にならず困っちゃうでした。絆創膏ぐらいは持ってないとなぁと実感しました。みんなも絆創膏は持っといた方がいいよ。特にリエ、自転車で木に突っ込んだり、固まってないコンクリートに足突っ込んだりするんじゃけ気をつけないよ。よう知っとるね、私がそんなに。そうなのよ。ねえ、まあ若干話がそれましたが、みんなも怪我には気をつけてね。ではこの後もラジオ楽しんで、また週末ご一で会おうねといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、よう知ってますね、私が眠い時に自転車で木に突っ込みそうになったっていう。やばい。やばいですよ。その時一緒にいたの、私一緒にいたじゃないですか。うん、アスが一緒にいた。うん、いや本当に堀さん、うん、本当に大丈夫って思って、多分私が、うん、私が、ね、眠かったもんねちょっとね、うん、そうですよね。で声かけてなかったら多分衝突してました木に、あれは。そうなんか結構夜遅くなっちゃってその日、うん、こう2人で自転車こいでたらもうすごい眠くて。ほかーって言って、こう半分目つむりながら歩いて、なんかこう声出たっていうかは、ちょっとこう自転車に乗りながら歩いてたみたいな感じで、あ、うん、そう、ゆっくりね、うん、結構ゆっくり木に衝突しそうになってたから、へー怖い、うん、そう、怖かったもん。で明日が堀さんって言ってくれたから、あーみたいなね、はいはい、そうそう、でもさ自転車で寝ると思わないじゃん。私も思わない、思わない。じゃあ、だからびっくりしちゃって、うん、これ、うん、さん多分誰かと一緒に常にいた方がいいなって。サポートね。サポート、あの介護。介護じゃないよ、あの、まだ25だから言うても。言うても25なんでね。まだまだね、いけます。はい、まあでもね、気をつけないと、ね、眠い時はちゃんとね、あの目、かっぴらいてね、歩きましょう。そうですよ、はい。気をつけてください。はい、気をつけたいと思います。はい、はい、続いて、ラジオネーム、あずみん推しのゴーさんからです。お僕のアスミンは足も長くスタイルもいいのですが、うん、確かによくライブのね公演とか服装が露出が多いので困っています。いやー困ってるんだ。いやいや、困ってるらしいよ。喜びなさいよ。なんで喜びなさい。男はそんなもんで喜ぶって思っとるのもよかる。じゃあそんなことなくないですか。私そんな感じですかね、うん、メンバーから見てもそんな感じ。なんかまあでもなんか、うん、足が長いからやっぱ人より出てる部分が多いから、うん、多いね、うん、そう、え、そう、そうそう、やっぱショートパンツを履くにしてもやっぱ足が長いから露出してるなっていう感じはするよね。あるかもしれない、うん、しかもさ、そのデニムのショートパンツ履くって時もさ、今ってちょっと大きめのサイズのがあるけどさ、うん、すげえちっちゃい、本当になんかなんでこんなちっちゃいのってぐらいのデニムパンツ履いてるピタッてしたやつをね。そうそうそう、だピタッてしたやつがいいじゃないですか、やっぱり、うん、足を長く見せたいよ女だからね、うん、まあね、だからスタイルいいから足はピタってしてる、かつハイウエストのデニムをね、うん、私はもう何年か前に購入して、うん、デニムパンツってなったらそれをずっと履いてたわけ、うんうん、そしたらもうすごいメンバーから、はいはい、それ子供用じゃないのみたいな。いやもうそうだよ、ちっちゃいんだもんだって。めちゃくちゃ違うんですって、あれ大人用ですからね、うん、あ大人用なんだね、あれね、大人用ですよちゃんと。いやいや、すごい子供のやつ頑張って履いてんのかと思ってた。違いますよ。違いますよ。やっぱそういうのは、やっぱ純粋に喜んでほしい、うん、ファンの方には。うん、そうね。足だってね、うん、喜んでもらって、ね、そうそう、足だ、嬉しいなって言って、うん、喜んでほしい。とのことだけです、豪華がね。うん、純粋が足出してたら、足をいっぱい見てあげてください。うん、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ということでまだまだメッセージの方お待ちしております。それではここで一曲お届けしましょう。はい、はい、こちらの曲は私がいつも頑張りたい時に聴いている曲となっております。スーパービーバーで先行。時刻は午後7時18分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、毎週木曜日の担当はアイドル教室のホリリエと福澤あすみと和野さながこの後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。
はい、ということでどんどんメッセージの方も紹介していきたいと思います。今日のメッセージテーマはまるちゃん困っちゃうです。はい、ということでラジオネーム月と猫とさんからです。困っちゃう、アイドル教室の皆さんこんにちは。こんにちは。自分はアイドル教室の切なさランデブー困っちゃうという曲ですね、オリジナル楽曲、うん、切なさランデブー困っちゃうで寺沢アレスちゃんの困っちゃうの歌詞、歌っているパートが大好きで、めちゃめちゃ可愛い声なので、うん、本当に困っちゃうくらいです。アイドル教室も YouTube アイドル教室の YouTube も大好きで、夜も眠れないくらい見てしまうことがあり困っちゃいます、といただきました。 ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい、ね、アリスさん確かに困っちゃう、今日アリスさんいないからさ、あ確かに聞きたかったな、誰かちょっと表現しちょっとしようよ、ちょっとなんかいやいや、まなちゃんやりな、まなちゃんやりな、いいですか、いいんですか、ひそかにね、このパートいいなってずっと思ってたんですよ、うん、あ、そうなんだ、ね、まなちゃんひそかじゃないです、結構言ってる、ここ言ってる言ってる、結構言ってる、可愛いですよね、ここ、うん、じゃあ、まなちゃん的なこうアリスさんのちょっと真似もしつつ、はい、あの困っちゃう、はい、をね、はい、言ってもらいましょう。じゃあチクタクはじけるハートの中身を突き止めようとすればする肌に切なさランデブー困っちゃう。おー、あー、かわいい、いただきました。違うよ違うよ、え、何違う違う違うって言ってる人、厳しい人いる、厳しい人、やりたいやりたいやりたい、やりたいやりたい、立候補してきた。じゃあいきますよ、何だ、はい、いくよ、チクタクはじけるハートの中身を突き止めようとすればするほどに切なさランデブー困っちゃう。この歌詞な、違う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 、そんなことないよ、じゃあじゃあ、このさ、この入り方なんて多分これは私的にはチャーだよね、困っちゃう、え、チャーだよ、チャー、アリスさんはチャだ、チャかな、チャって感じなんだよ、え、コじゃない、え、チャだよ、あの、コでもチャでもちょっとどっちでもいいんだけど、まあ、コもチャもちょっとこだわりがある感じが伝わると、なるほど、はい、あー、そういうことだな、あ、譲れないですか、コとチャで、え、うん、いや、コだと思ってる、私は、チャですね、あの、なんなんこの動機まあ、あのファンの皆さんはじゃあこれ踏まえて、うん、まあ、コとチャね、困っちゃうのコとチャに今度ね、アリスさんのね、注目して、うん、注目というか、まあ、耳をチャも注目するわ、うんうん、コとチャにね、うん、あの聞いていただけたらなと思います。はい、では続いてはですね、ラジオネームリンさんからです。シンプルにですね、アイドル教室が好きすぎて困っちゃうーときました。あ、嬉しい、 ありがとうございます、嬉しい、まっすぐ、うん、嬉しいね、まっすぐですね、うん、私たちも好きだから、本当にアイドル教室ってチームが、いや、本当にそう、めちゃくちゃ大好きなんで、ああ、ないないない、どうしたどうしたどうしたの、いや、聞きました、今のまのちゃんの大好きみたいな、いや、大好きです、アイドルだな、そうだね、だから、そうね、いや、本当にそうよ、今のまのちゃんの大好きでちょっとやられた男性いっぱいいると思いますよ、やったやった、いるか、もう一回言っとく、もう一回言っとくいいですか、うんうん、すいません、尺を使ってしまって、うん、じゃあもう一回最後に、じゃあまのちゃんの大好きまで3、2、1、大好き、ありがとうございます、もうちょっとね、もうちょっと深かったんだよね、さっきも、なんだよ、なんかもうさっきからやっては文句言って難しいなじゃあ最後にアスミンの大好きもいきましょう、3、2、1、大好きなんか誰だよ、何だよ、はい、ということで皆さんメッセージいただきましてありがとうございました、ありがとうございます、はい、それではここで1曲お届けしたいと思います。私ホリデーセレクトの1曲です。この季節にぴったりな1曲です。大塚愛でピーチ。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしていますビートアラウンド834サテライトフラッシュ、毎週木曜日の担当はアイドル教室のホリリエと福沢あすみと真野さながリモートでお届けしてきましたが、お別れのお時間です。ここでアイドル教室からお知らせがあります。はい、私たちアイドル教室は11月16日水曜日に
名古屋にある新栄の、あ、間違った、名古屋の新栄にあるダイヤモンドホールというところで、結成13周年のライブを行います。イエーイ、わーということでですね、その2ヶ月前の9月14日の水曜日にも、名古屋レニーリミテッドさんで、ダイヤモンドホールに向けての決起ライブがございます。はい、はい、ということで、もう9月ってなったら来月なんですよね。ねえ、早い、やばいです。めっちゃ早いんですけども、うん、私たち3年ぶりのワンマンライブとなっておりまして、うんうん、やっぱね、あの結成の周年ライブってなると、うんうん、アイドル教室のこと知らない人一度目なんじゃないかなみたいな人もいるかもしれないんですけども、うんうん、やっぱね、私的にライブっていうのは、うん、なんだろう、日々の生活の原動力みたいな、になるものかなって思うので、やっぱどんな方にでもね届くようなワンマンライブにしたいなと思っておりますので、ぜひ各メンバーの SNS をチェックしてみていただけたら嬉しいです。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、そうだね、もう今年で結成13周年なので、その大事な日にぜひ皆さんにもね、そのなんて言うんだろう、私たちのライブをね見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、そんな感じでたくさんのメッセージをいただいたんですが、本日、お時間の都合で全てを紹介することができないので、ラジオネームだけでも紹介させていただきたいと思います。リノタンさん、はい、お寿司はタコが好きさん、モヤッコさん、カイリッチさん、小田作さん、ジュンジュンさん、タカちゃんさん、アポロさん、じいさん、まーさん、さとまるさん、紹介できなかったメッセージ、読まさせていただいておりますので、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。また次回もお送りいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではここで来週のメッセージテーマを発表したいと思います。はい、来週のメッセージテーマは、今どうしても欲しいものです。はい、私、うん、個人的に今欲しいものは、実は車の免許です。お、言ってたね、それで。そう、まあなぜかというと、メンバーを連れていろんなところにお出かけに行きたいなっていう、そうそう、それなんですけど、あるよね、なんか行こう行こうって言って結局自分が運転できないからね、どうしようどうしようって言って、そう、免許取っとけばよかったっていつも言ってるもんね。本当にそうなんですよ。まあ私たちのスケジュール的にね、あの合宿とかはいけないので、うん、もう、うん、今年の夏には間に合わないんですけども、まあね、そんな感じで皆さんの、どうしても欲しいもの、ぜひ教えていただけたらなと思います。うん、はい、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FM YouTube で検索してぜひチェックしてください。はい。はい、それではこの後は再び犬飼康平さんのビートアラウンド834でお楽しみください。では来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手はアイドル教室のホリリエと福澤あすみとマノサナでした。最後はこの曲でお別れです。アイドル教室のライブの人気曲となっております。はい、アイドル教室で愛嬌ジャンプ。それではまた来週、バイバーイ。もったいない。もったいない。